山賊を追い払います。皆様、どうかお力を貸してください。なんだお前ら、ボコボコにしてやるぜ。ああ、何事だ。大変だ、変なチコヤツが。ったく、俺を誰だと思ってる。勇者時継様だぜ。さあ、この時継が相手になるぜ。山賊さんよ。あなたも山賊退治にいらしたのですか。ああ、この辺りの民に頼まれてな。俺は時継、目的が同じなら協力しようぞ。はい、私は玉木と申します。よろしくお願いいたします。山賊が襲ってきた。山賊が民を襲うことに、弱気を助けるが勇者の基本。ついてきな。時継様はお優しいのですね。ゆかりもない民のために戦ってくださるなんて。ま、困ってる奴らを放っておけないしな。ところで、ここはどこなんだ。俺は自分の里にいたはずなんだが。申し訳ありません、私がお呼びしたのです。英雄様にこの世界を救っていただきたくて。英雄か、どうせなら勇者って呼んでくんな。詳しい話はここが片付いたら聞かせてくれ。覚えてやがれ、親分に言いつけてやるからな。そのもん、お前もモノモフか。俺はマホルマの里にいる時継だ。私はオオカ、歌方のモノノフだ。別の里のモノノフとまさかこんなところで出会うとはね。ここは一度引くしかないか。私は民を安全なところへ避難させます。さっきの山賊が化け物に襲われてやがる。このままほっとくわけにもいかねえか。たとえ悪人だろうとな。世界にあろうとも、鬼の排除は最優先指令です。勇者が助けに来てやったぜ。ありがとう。あんたは本物の勇者様だ。
にも立つようだな。うん、いい感じ。助けてくれるのか。お前らかっこよすぎるぜ。今さら気づいたのか。大変です。化け物がまた増えました。そうだな。よっ、うん、そっか。だい時継殿。周宗。ああ。お。おう。よっしゃ。
そうですね。そうですね。プラフタ。ほら。みなぎってきました。え？私の力をお見せしましょう。奇襲の準備をしていけば奇襲されるなんてね。やだ、いきなり攻める手間が省けた好都合だわ。こちらも好都合です。その怒りと焦りを私の頭にぶつけてください。ほら、いくらなんでも無茶が過ぎませんか。造園が来るまで時を稼ぐ。そうは問屋が下ろしません。敵が落ち着く前に素早く制圧します。一度引くしかないか。敵将撃破しました。総員準備せよ。連携して守備を固める。クラフト、もっと積極的に敵にぶつかるべきです。記憶を取り戻したいのでしょう。衝撃で記憶は取り戻せないかと。私の場合、錬金術のレシピを本に書き込めば少し戻りますが。なるほど、面白いですね。しかしこれで私には当てはまりそうにありません。そのまま行け。いざ前に。頭に衝撃を与えることは物事の一面に過ぎない。このことにはきっと別の意図もあるはず。現にこれで敵はあっけに取られ、私たちはここまで潜入できている。行きます。ホロンは記憶以外の何かを投擲から知りたいのでは。素晴らしいですね。これで行きます。衝撃を受けているかと。ホロー、もう諦めた方が。今更ですが、この方法は愚かだったと認めます。とはいえ今ですね。乗りかかった船です。戦いましょう。もはや敵陣に切り込むしかない。名を取り上げ、残りの味方を任せいたします。
我が魂、これに見よ。記憶のダンスが力を作り出す。これが私の霊気の。その間に魔物を倒す方法を探さなくちゃ。リョフ、魔物の霊、それは一体どのように。わかりました。そうですね。承知いたしました。なるほど。いいでしょう。あの、おお、ああ、お願いします。おー、なんだかすごいこと起きそうな予感。噂の英雄様はここにいらっしゃるはず。化け物を倒しつつ会いに行きましょう。おや、見覚えのある姿ですね。こんなところで会うとは思いませんでした。
こそ敵を叩き伏せる。こんな時に敵が来るなんて。とはいえ無視はできませんね。ここはどこなんだろう。おばあちゃんきっと心配してるだろうな。来てやったぞ。何これ熱い。私どうしちゃったんだろう。おばあちゃん心配してるかな。また誰か来たみたい。ちょっと怖いけど頑張っちゃうんだから。お手柔らかにお願いします。お待ちください。私たちはやるぞ。ちょっと怖いけど頑張るぞ。私たちは完全に敵だと思われています。ひとまずこの方をお止めしましょう。いい調子ですねソフィー。逃げないと。お待ちください。どうか話を。あ、行ってしまいました。周囲の敵を倒しつつ急いで探しましょう。化け物が現れたぞ。私の邪魔をする。私だってできるならば消えてもらえ。逃げろ。かわいい顔してめちゃくちゃ強いぞ。少し疲れちゃった。いい感じ。おばあちゃん私が急にいなくなって不審に感じてないかな。お見事です。これで流れも変わるでしょう。わかりました。